皆さんこんにちは、近藤です。今日は2024年の春夏コレクションで大きなトレンドとなったショートパンツをご紹介します。これまでのショートパンツと大きく変わった特徴の一つとしては、カジュアルではなくて比較的エレガントに作ったショートパンツであるということがあります。素材もこれまでとは違ってフェイクレザーやウルなどを使って綺麗に仕立てることがトレンドの一つとなっています。このビデオを見てぜひ皆さんも挑戦してみてください。それでは始めましょう。
かがでしたでしょうか。今日のビデオはショートパンツを作るときには前からだけではなくって横から見た時のシルエットに注意する必要があります。これまでデニムで作ったようなショートパンツはヒップのあたりから広がるシルエットが多かったのですが、今回のデザインとしてはやはりここからもさらに内側に入って裾を小さく作っていくということがとても大切ですね。全体の雰囲気としては細身のビジネススーツを短く切ったような印象です。このショートパンツにワイシャツやジャケットを合わせるという組み合わせが一番新しいですね。